Twilight.
しますか。行きますよ。よし。じゃあな。さて。つけておこう。
ろうじゃない。どうする？双葉の言う通りだ。今は情報がなくて動けねえ。奥村の回信を待って、改めて廃人化事件の真相を追うぞ。いいか？なあ、戸締まり頼んだぞ。
ありがとう。よし。またね。おう。なあ。お？ありがとうございます。よし。参ります。今日はありがとうございました。ちょっと待ってて。どういうこと？何？
よし。ごめん。ありがとう。いや、うん、あ、いや、そうだ。そういえば知ってる？
これだ。グー、やるじゃねえか。ひどいです。でも
そういえば、おい、答えてみろ。これだ。いいだろう。やるじゃねえか。本当？行こう。ふう。ま。あのさ、ありがとう。帰ったか。やるじゃねえか。ただえ？いや、
私がついてます。始める。なんだ、どうする。ありがとう。じゃ、始めよっか。
ね。ありがとう。よし。よし。じゃあまたね。ああ、帰ったか。あのさ、参ったな。
あのさ、なんだよ。おい、こら。よし。おい、こら。バイバイ。おお、帰ったか。ナナ。またな。さてと。なあ。おい、よし。どうした？どうした？やるか。
する？うん。帰ったか。実はな、面白い。ですけど、今なんて。まだ決まったわけじゃない。ただこのままなら特待を取り消すかもって話だ。可能性があることは君と親御さんにも伝えないといかんだろう。
吉沢さんは最近の大会で好成績を残していると聞いています。特待を取り消すというのはちょっと大げさすぎるんじゃ。気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね、やっぱり優勝してくれないと。いや、私は十分にすごいと思ってますよ。ですがやはり囚人の代表として特別待遇を受けるにはまだと言いますか、私を恨まないでくれよ。あくまで公正を保つための処置だから。別に退学ってわけじゃないんだ。大会はまだあるし、今度こそ求められる結果を。先生、過度の期待は吉沢さんのプレッシャーになってしまいますから。プレッシャーだなんてとんでもない。私はただ応援したいんですよ。丸木先生も引き続きカウンセラーとして吉沢のフォローをお願いします。これは我々指導者も一丸となって吉沢を支えていこうって話ですから。そのために丸木先生にもご同席いただいてますんで。支えるですか？まあそういうことです。あくまでこのまま成果が出なければという話ですから。話は以上です。解散しましょうか。すみません。今の吉沢だよな。なんか様子が変じゃないか？これは吉沢が落としたみたいだな。行っちまったか。放課後に届けてやろう。吉沢に連絡だけしとこうぜ。お守り忘れてきたのかな。どうでしたか、吉沢さんの反応は？ええ、落ち込んだ様子でしたので相当答えたのではないかと。これで少しはやる気を出してくれるといいんですが。3位などに甘んじず、彼女には早くまともな結果を出してもらわねば。教頭先生、何度も言っていますが、こんなやり方では逆効果です。無理に葉っぱをかけたところで彼女が傷つくだけ。丸木先生、我々もボランティアではないんです。好待遇を与えた分、彼女にも応えてもらわないと。もてはやされて浮かれるのもいいですが、本人にいつまでも遊び気分でいられては困るんです。囚人のイメージアップのために姉妹で入学させたが、これでは大損だ。片方が亡くなった上に結果も出ない。これでは勝ちが。教頭、ああ失礼ですが、鴨志田先生の一件に校長の事故死、ここで再起を図らねば我々には後がないのです。このままでは理事会での私の立場も。話は以上です。それでは。僕には理解できない。君、これだ。その通りさ。聞き取れなかったが、競技場にいるみたいだな。今朝も様子が変だったし、何かあったのか？
前に会った時へこむと競技場に行くって言ってたもんな。お守りのこともあるし様子を見に行くか。競技場はお台場だったよな。繋がらない。機種変しておいた方が良かったかな。私弱いな。先輩にも丸木先生にだって迷惑ばっかり。私は吉沢かすみなのに。私パフェ食べたいんだけど。今探してるから待てって。多分この辺りなんだけどな。絶対道間違えたでしょ。こんなとこ見たことないし。あれとか何の建物なわけ？ああ、何だったっけか。展示場だか研究所だかが建つんだっけな。まあどうだっていいだろう。研究所じゃなくて競技場ですよ。ん？ナビゲーションを開始します。おい、あれ？ナビなんて使ってねえぞ。もしかして吉沢か？その可能性は高いな。パレスに入った時我が輩たちと距離が離れてたからな。戦えないあいつが孤立するとまずい。急ぐぞ。行くぞ。つけておこう。